はい、こんにちは、さち先生です。今日は先日 Zoom オンラインで皆さんに紙工作を作ってもらいました。で、四つ足の動物が作れたらいろいろ図工の時間でもやれることが広がってきますよね。ということで、トイレットペーパーの芯に、これは牛乳パックを切って、さらに畳んでホチキスで留めたものが、足としてくっついています。で、セロテープで簡単につけただけで、でさらにここに服を着せてあげると、この足のホチキスやテープのところは隠れてしまうので、そのやり方で、簡単にこう足をつけるっていうのでも、こうやってちょっと開き気味につけるといいんですけど、なかなかお子さんにやらせるとちょっと倒れやすくなったりっていう風になって、実際に先生も解説しながら作ったこっちのキツネさんはちょっと倒れやすかったりするんですね。このちょっと内側に足がシュッと狭まっていたりする、それのリカバリー方法と、あとこの顔ですね。顔はこうやってでシンメトリーに、ここで折って、ここに型を書いて、畳んで切ったっていう風で切り取れる顔なんですけど、こうやってくっつけるとキツネさんの顔になったりします。で、それウサギさんがいいよとか、猫さんがいいよとかあると思うので、ちょっとその方の紹介とかさせていただこうと思います。あとはフロッタージュの時に、これ桜の葉っぱで、これはなんかのツタの葉ですかね、葉っぱでも綺麗にできるよという方の補足 でこれでじゃあ、服を作ってっていうところを手元カメラでやりたいと思います。そして最後にZoom に参加してくださった皆さんの作品を紹介したいと思います。それでは手元カメラスタート。はい、では、まず四つ足の作り方はご紹介してなかったので、軽くご紹介したいと思います。1本だけね、ダミで作ってみます。牛乳パックをこうやって、ね、潰した状態でパコッと、こうやって潰した状態で切ります。切ったのがこれですね。で、これこのままだと柄があるので、こう簡単にひっくり返します。ひっくり返して、こうピラピラする方ですね、ピラピラする方をホチキスで留めてしまいます。はい、これで足ができました。で、これね、ほら今倒れた、この倒れやすくなってるんですね。こう頑張ってこう開いてもやっぱりこう閉じてしまうので、ここの間にね、脇のところにちょっと紙くずというか入れてあげちゃうというか、ちょっと刺してあげて、で、まあ、セロテープでつけるなり、まあ、ティッシュとかでもいいんですけど、丸めて入れてあげて、でこういう感じで留めてあげると、広がるので、それでだいぶ丈夫に立ってくれます。他の場所も気になれば同じように直していきます。バッチリ倒すようになりましたね。はい、では今度この服のとこの作り方ですね。まずトイレットペーパーの芯の長さで一番柄がくるように適当に折って線をつけておいて切ってあげます。折ってサイズを合わせていって決まってからカットします。コピー紙なので切る場所が多いですが、折り紙ですともっと少なくて済みます。
折り目をつけてから切ると低学年さんでも綺麗に直線に切れます。洋服の生地を裁断している気分ですね。だからこうやってこっちからもこっちからも同じぐらいになるようにかぶせて、いいですね、うん、でこの服はここの内側を見ると足がここまでで、がいるよっていうのが分かるので、この状態でそのまま切っていきます。で反対こうやってこうやってこう倒せますね。ここも切ってあげてもいいですね。切れたら糊で貼っていきます。クレヨンが濃い場所は糊もセロテープもつきません。端っこは白く残しておくと貼りやすいですね。尻尾をふっくらさせたいなら間に紙くずを挟んでも良いですね。これで可愛い模様のついた、キツネさんになります。でこれ、下側裏側からこうやってちょっと強めの紙で貼っといてあげると首がへたれません。何もしてないとちょっと下にねへたれちゃう、下にコーンっていっちゃう場合があるので、あんまり下向きになっちゃう場合はここに補強の紙を入れてあげてください。顔の型紙の紹介です。左右対称になるようにデザインします。2枚作って重ねるとより丈夫になりますよ。糊で貼り合わせるだけで顔が作れます。ここからはズーム工作に参加してくれた皆様の作品を紹介します。時間内に一番早く作ってくれた女の子の作品です。キツネの優しいお顔が可愛いですね。体もしっかり安定しています。楽しく最後まで作り切ることができました。水色の折り紙にフロッタージュした模様がかっこいい。台座まで考えて綺麗に飾ってくださいました。3姉妹が一緒にオンライン画面の前から参加してくれました。一番上のお姉さんは全身を折り紙で覆ったり、尻尾をふっくらさせるなどとても工夫しています。童話にそのまま登場しそうな愛らしい仕上がりです。2番目さんは元気な妹さんが気になりながらも、ほとんど自分で頑張っておられました。顔の表情、クレヨンの色選びなどのセンスがいいですね。初めから一番やる気満々の一番下のお嬢さん、お母様に手伝ってもらいながらも個性はしっかり出ています。お母様、お姉さんたちの見守り方も花丸でしたね。最後は四つ足の猫を作りたいと挑戦してくれたものを紹介します。首は鈴、愛らしい瞳、桜の葉のフラッタージュなどご本人らしくとても可愛い作品に、尻尾の長さにもこだわりが詰まっています。LINE で図工の相談をしませんか@634pjnpl でお待ちしてあります。ご視聴ありがとうございました。